listening to Shibuya Cross FM. こんにちは、ありがとうございます。5月5日木曜日16時を過ぎました。エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻勇樹です。谷亮です。花野美咲です。芸人のまこっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まこっちゃんさん、お久しぶりです。2回目の登場ということで、はい、いかがですか。逆に何か気づきませんか、僕の変化。髪の毛。お、正解です。真っ白だった。そう、真っ白だったのを、あの先輩芸人の方に、いや まずあの鉄工場の僕ネタやるんですけど、それと関係ないと、あと気持ち悪いぞって言われて、その日のうちにもう髪切った髪切って、はい、そうだ、マッシュだった。やっぱ男前じゃないですか。いや男前だよ。もう本当に石黒健さんみたいじゃないですか。石黒健さんわかります。 でもありがとうございます。うなずいていただいて。石黒健さんみたいって言われません。マイケル富岡ですね。マイケル富岡。よくやるさ。確かに確かに。チームどんどんするね、ほんと。今やってますね。今ね。いや、中野さん、今日も夏真っ盛りな。夏、今日少ないですか。めっちゃ暑いですね。めちゃくちゃ暑い。立ってくださいよ、せっかくなんで。ここにね、ほら、素晴らしい。ねえ、夏だ。寒くない？暑いです。太陽が。ね、ちょっとあのハンコ注射の後はあるのね。そうなんですよね。赤ちゃんの頃消えないです。赤ちゃんの頃だっけ。これそうです。赤ちゃんの頃からです。そんな中、まあ、5月5日で、はい、まあ、ゴールデンウィーク一応今日まで。いや、そうだ、今日最終日ですね。まあ、長い人は、うんうん、明日は仕事だけど、まあ、休んで日曜までという方もいると思うんです。有給取って10連休そうですね。で、今日は何の日のコーナー、まあ、早速子供の日、うん、そうですね、ということで、ちょっとね、子供の日を説明したいなと思いますけども。子供の日ってさ、はいはい、男の子のイメージありません？男の子のイメージある。男の子じゃないんですか。そうですね、あのね、まあ鯉のぼりだったり兜だったりのイメージ。そうだ、戦後1946年に、はい、ボーイズデーと呼ばれたことがあったんですよ。ボーイズデー。なので、まあ、男の子の日みたいなイメージなんですけど、まあ、女性でも全然構わないということ、うん、構わないめちゃくちゃ上から目線だ。構わないんですね。構わない、いいですよというか、はい、誰だ構わないって決めたやつは。で、そのあれで、だから3月3日が女の子の日みたいな印象を、うんうんうん、まあ、分けてね、作ったそうなんですけど、うん、皆さんは、はい、子供の日、うん、もしくはこうゴールデンウィーク、まあ、今年でもいいですし、うん、過去、思い出だったりなんかこうあります。旅行行った、こういうとこ行ったことあるとか、渋滞で大変だったとかも含め。あ、俺ね、あの、うん、兜あるじゃないですか。あの男の子の日に飾るやつ、はいはい、あれあるじゃないですか。で、僕ん家にも飾ってたんですけど、僕ん家の顔が怖かった。顔がないんですよ。あのこう兜があって、うん、なんか鎧だけみたいな、うん、ね、あって。でも友達ん家行ったら、ええ、みんな顔のある、あの、なんていうのかな、あの人形みたいなやつに兜がみんな乗っかってるみたいな、うん。で、今考えるとその顔がないちゃんとしたがっつりしたやつの方が高いっていうのを知って、そうなんだ。そうそうそう、あの全部合金というかあれですよね、うん、でも僕その頃はもう顔がないと嫌だっつって、うん、せっかく高いのを親は買ってるからね、うん、でも俺は顔がないと嫌だって言って泣きじゃくったっていう思い出があったなと思って。今はもう飾ってない。もう飾ってないですね。あ、実家でも。もうだって子供じゃないもん。あ、なんですか。子供じゃないから、ね。なんですか。急になんかその子供の日の思い出ですからね。なんですか。急にそんな。子供じゃないから。スンとするのは何ですかそれ。そっけなかったっす。なんかあったんですか。こっちで喫煙してる時になんか。あ、なんか子供の日ってみんななんか物買ってもらいました。どうだった。いや、子供の日は覚えないですね。あ、そうなんだ。クリスマスとか誕生日。そう、うちなんか子供の日もなんか買ってもらえるみたいな習慣があって、うん、で弟と僕と、まあ、1人ずついるから、うん、まあ、1つずつもらえるんですよ。で、2人ともゲームが欲しいって言ってて、で、僕メタルギアソリッド の新しいずっとソフトが欲しかった、ね、うん、で弟もそれが欲しかったんですけど、まあ、なんせ僕ちょっとあの、俺がみたいな感じで弟に
いや、お前はメタルギアソリッドじゃない方がいいと。お前は蚊っていうゲームがあったんですよ、その時。蚊がウィーンって言って蚊で人の血を吸っていくみたいなゲーム、お前これがいいぞっつって、俺が2番目に欲しかったんですけど、それを弟に買わせてというか頼ませて、僕はメタルギアソリッドを取ったっていう、なんかね、ちょっとね、兄貴の権限、なんか本当さ、子供の頃って結構そういうのやりません？やった。なんか弟に対してとか、まあ、そうそうそうね。そうです。なんかあります？ゴールデンウィークとか子供の日の。ゴールデンウィークはありますね。どうですか？いつもバーベキューします。お、やっぱこの時期夏じゃないからちょうどいい気温でバーベキューできてめっちゃ好きです。確かにね、うん、なんかさ、いつしかコロナ前に、うん、なんか海で、じゃ船乗ってなんかして、あれゴールデンウィークじゃないっけ？船はゴールデンウィークじゃない、夏です、それは。なんかね、船乗る、そう、船乗ってました。そう、我々想像できなくないですか、あんまり。で、なんかで、めったに電話しないけど、電話したときに、あ、私今船乗ってるんで、後で。なんだっけ、ワンピースの船っていうか、船じゃないです。あ、船か、船で行くんですけど、ワンピースの島、なんでしたっけ、あそこ。ワンピースの島。ワンピースの島。有名なとこです。なんだっけ、忘れちゃった。グランドライン。そのワンピース？あのアニメで有名な、え、どこだろう、島あるんだ、本当に。そうです、そうです。に行ったの？に行きました。へー、でもそれ仕事で行ってたんですよね。あ、すごい。でもてっきり、しかもなんかちょっとね、なんかね、そう、パーリー感が、イケてる音楽が流れてきてて、あ、いけない時に電話してた。でもこっちが大事なようだったの。もう3、4年前かな。そうですよね。あ、すごいっすね。でも船乗って、そう、海外ですか？いや、日本ですよ。日本にあるんですか？あるんですよ。いや、すごいね。私も忘れちゃったな。はい。だからバーベキュー、今年はできました？今年もバーベキューしました。あ、バーベキューやったんだ。はい。どうですか、楽しかったですか？楽しかったです。久しぶりに。お父さん楽しかったですか？お父さんキャラ。どうですか？よかったですか？はい。はい。楽しかったです。学校の先生のような。まこちやさん、どうですか？いかがですか？僕はこれちょっと被るんですけど、バーベキュー、うん、ちょっとじゃない、がっつり被るバーベキューをよく家族でこの時期、だいたい本当に涼しいんで沖縄も、うん、やってて、小学校の頃だったかな、なんかいとこもみんな、おじいちゃんおばあちゃんもみんな集まって、うん、バーベキューやる機会があって、うん、もうお父さんがもうテンション上がって、楽しくて、もう肉焼いてオリビール片手に飲みながらで話しながらって、でよそ見しちゃったんですよ、うん、僕のお父さんって腕毛がすごいんですよ、ここからもう全部生えてるんですよね。引火しちゃって、やばいやばい。あの、本当です、あのヤシの木が燃える動画とか見たことある？あ、あります、あります。うわってなってあれで、うわって言ってるけど気づいてないんですよ。で、父ちゃんやばいって言ったら、もう父ちゃんはっってすぐオリオンビルで消火して、もうのた打ち回ってるんですよ、くーっつって。で、お父ちゃん大丈夫って言ったら、お父ちゃんが一言、大丈夫、また生えてくるって。そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、人の心配だけど、っていう可愛いお父さんの話です。お父さんいいですね。でも腕毛濃いんだ。確かこの辺りから沖縄って梅雨入りしません？そうですね、5月のもう間もなくだと思います。あ、そうなんですね。今年は確か昨日から沖縄も梅雨入りらしいです。もう入ったんですか？そう、早めで。だからもう結構梅雨の時期って長いですよね。1ヶ月半ぐらいありますね。結構来ます台風。台風、あ、そのこの時期は来ないです。だって9月から11月ぐらいに来ます。夏終わりだね。そうですよね。ね、大丈夫、シーサーが守ってくれる。お、シーサーがね。あんまり雨は守ってくれない。なんか俺事故った感じだった。事故った感じだった。よく見るとやっぱめっちゃ濃いっすね。よくやらせ、本当に。いや、まあね、子供の日ね、ちょっと今年とか41年連続で子供が減少しているらしいんですよ、はい、あのニュースでやっていて、うん、まあ、41年ってもう我々生まれる前じゃないですか、うん、からずっと減ってて、これ世界的には結構まれで、まあ後でちょっとね、僕のコーナーであのインドのことやるんですけど、人口大国、人口大国、それとの比較とかもしていきたいなと思うんですけど、うん、でも40年以上減ってるってことは、うん、高度経済成長期も減ってたってこと？そう、だんだん減ってた。だって1980年代ぐらいから。そうですね、バブルの時、あ、そっか、うん、バブルの時ぐらいから減ってきだした。そうね、その辺から減っていったって感じらしいんでね、ちょっと皆さん
くさん子供作りましょうってどういうことやね、まあ、でも幸せにね暮らしましょうということですね。それでは始めていきましょう。エントロジャック石部よ、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー三原さんの提供でお送りいたします。ありがとうございます。さあもう長野正のコーナー行きましょうよ。はい、行きましょうよ。わかりました、うん、今日はですね、はい、前もちょっとやったことあったんですけど、はい、かっこよく歌えるようになるリズム感アップ2。かっこよく歌えるようになる、はい、やりたいと思います。前回ねそうやって、手叩くやつだったんですけど、ちょっと難しかったと思うので、ちょっと簡単なの今日は持ってきました。はい、はい、なんかどんな歌でもあの体内のこうリズム感をずらさないようにするとなんかノリとかグルーブも作れるようになるし、うん、歌わな、まあ、カラオケとかもノリよく歌えたりなるし、歌わない人でもなんか好きなアーティストとかのライブ見に行って一緒にそのアーティストと乗れたりとか楽しめるからいいよっていうことで、うん、ちなみに自分にどう思います？音楽そのリズム感とかってある方ですか？俺は劇的にねない、ない劇的にね。なるほど。いや本当ダンスとかマジで踊れないんでやばいんですよね。僕はでもね、あの彼の舞台でね、ダンスしてる海町ダイアリーの舞台、新国立かなんかで、ね、新国立劇場での時に僕はこう見てニヤニヤしてたそういう感じなんですね。あのもう踊れないからとりあえず顔だけは踊る。顔だけは一番楽しそうに踊る。一応ドヤってやつで、しかも真ん中だったんだよね。真ん中でしたね。真ん中でしたね。俺はニヤニヤしてました。二度と踊るかと思います。ちなみにスキップできます？スキッパーできます。一応できる。一応野球やってましたから。まこちゃんどうですか？僕あんまり得意じゃないですけど、めっちゃ不得意でもないです。うん、間ぐらい。じゃあ普通できるかな。ね、ちょっと楽しみだよ。お願いします。藤巻さんどう？僕はもうグルーヴ感しかないんですよ。ね、グルーヴ感。楽しみ。まあ僕も言ってあの藤巻さんのダンス見たことあるんですよ。舞台でも。どんな感じだったんですか？俺もニヤニヤしながら。やめましょう。お互い傷をやめましょう。お互いね、怖いんでね。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ1個目はちょっと一緒に行って叩いてほしいんですけど、このこれ聞こえますかね、はい、ね、はい、この音に合わせて、あ、手っていうかこの手ぶるかお膝叩いてほしいんですけど、タンタンで1個中にタッ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 、1個の中に2個叩いてみてください。タッ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 、はい、できてます、はい、で、これで1、2、3、4って一緒に言ってください。1、3、4、1、2。なんかの宗教ですかこれ？大丈夫ですか？これできてる、できてる、大丈夫です。宗教の会じゃないですか？なんか後でインドのいや、そういうタイプ。できてます、なるほどね、なるほどね。これできてると、できてる。これはいけるんじゃないの？誰でも。いけた？いけましたよね、今ね。大丈夫です、一応ギリ大丈夫ですね。じゃあ今度1個の中に3個叩くんですけど、簡単ですよ、簡単ですよ。タッ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 。じゃあちょっとテンポアップしようかな。そうだね、ちょっと遅いかもです。でも遅い方が難しいんだろうね、きっとね。そうね、きっときっと。タッ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 。で、これで最初の1個目にアクセントつけてみてください。タッ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 。で、これテンポに合わせて、はい、あの今できてますよね。結構みんなできてますよ、はい、うん、すごい、まあね、なんとなくやっぱりできちゃうんですね。まあまあまあね、よかった、できちゃいますよね。できちゃうんですね。すごい、できてます。で、最後16ビート、はい、1個の中に4つ叩きます。これ、言ったら4って聞くとはってなるよ、うん、でも、うん、長山ちゃんがやってるのを 見るとあ、そうやればいいのねってなからちょっとできる、うん、お願いします。で、1個目にアクセントこれもつけてほしいんです。はい、うん、アクセント4つってどうやって入れるんだろう。ダーン、いきます、はい、タタ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 
みんなとでやったらできる。そう。あ、一人一人これ。じゃあそう、はいって言われてもなんか分かんなくなるけど。そうだからあの長沼ちゃんがこうパッ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 パってやってるのを聞くと、そうできる、うん、いける。で手だけじゃなくてこれ1、2、3、4って一緒に言ってください。1、2、3、4、1、2、3。ちょっと怪しいな。誰か怪しいですか？僕怪しいかも。はい。でも難しいですよね。1、2、3、4、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 
にやってるのがその自分が歌ってリズムを聴いてるっていうことと同じ状況を今練習してるみたいな感じです、ね、なるほど。これでなんかダンスやる人とかって体も動かすわけじゃないですか、ね、すごいっすね。そうそう、いやそう考えたら、ね、でもなんかこの位置っていうのを強調すると、例えばどんぐりころころ、そうそうそう、そういうことにつながってくるみたいな。あー、なるほどね、なるほど、おー面白い。え、これじゃあ最初から全部合わせてできますか。最初全然できちゃうよ。最初これで、あ、ちょっとゆっくりにします、テンポ。全然できちゃうよ、いいの。タンタンタン、シ、1、2、3、シの後に1、2、3、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 1、2、3。あ、してだけだ。で、最後最後ピアニスト16ビート、トッ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 ト。あ、でもつなげると難しいか。つなげると難しいな。超むずいわ。じゃあ一個ずつこれ多分練習してた方がやりやすいかもですね。なるほどね。じゃあ最後見せしめに一回、あの藤巻に全部一回ってどうしますか、どうします。全然いいよ。じゃあ、はい、お願いします。いきますよ、2、3、あの中野もちゃんやっちゃダメよ。1、2、もう一人でやる。じゃあ私言ってます。1、2、3、4、1、2、3、次3個、1、2、3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 、
ずるいよ、それはずるいよ。全然できてないじゃん。できちゃうんすね。なんか見よう見まねでできちゃうんすよ。やっぱり。やっぱ人のこうお手本を見るとできるけど、自分の頭の中で処理できない。急に、いや、やっぱこれね、訓練だから、うん、でやっていくことが大事。やっぱグループっていうそういうもんじゃないから、でも、そう。最初めちゃめちゃフォローするやん、自分のこと。自分のことね。いや、面白い。面白いね。これでも、このリズム感を覚えると、ちょっと体に身につくと、結構楽なんだ。そうですね。やっぱり歌っていろんななんかメロディー出てくるじゃないですか。うん、だから、今の2個ずつとか3個ずつとか4つずつやっていけば、うん、どんな歌でも自分の中でこうちゃんと体内にリズム感があるよみたいな感じで歌えるようになる。これはあのだから訓練したってこと？それでも結構すんなりできた？いや、これ最近なんか私が習ったボイトレの先生が行ってインスタにアップしたのだったんですよ、うんうんうん、あとこういうリズム感の練習もあるんだって思って今日ちょっと振り上げさせてもらったんですけど、うん、じゃあどっちかと長沼さん天性でできちゃったタイプの？できちゃいました一緒だじゃん。一緒ですよ。我々みんなできちゃったってことですよね。最初俺らもグラフィティラーブを歌えるわけ。グラフィティラーブね、やめとこう絶対歌えなそうだからだからなんか曲聴きながらとかやるのも面白いかもしれないですよね、うん、絶対無理だ曲聴きながらとか、うん、だからやっぱ一回やってくれるとできるんだろうね。そうですね、やってもらうとやっぱやりやすいですね。その通りにやればいいからね、うん、コピーはできるけど、うん、自分から率先してやるって言われたらちょっと、ね、難しいね、うん、で、それをじゃあ、うん、ちゃんと今勉強してグラビティラブ聞く。おじゃあみんなで叩いてみますか。ちょっと叩いとこうか、はい、ねえ、あの放送上じゃあれ、はい、見えないけどやっときましょうよ。やってみますか、はい、じゃあ、はい、曲でいいですかね。お願いします。はい、じゃあ私の曲聴いてください。美咲でグラビティラブ。だけど君がいいの、たとえ間違ってても離れられない関係、誰にも見せられない、止めたくてもできない、
始まってました。ずっとやってましたよ。ずっとやってちょっとリズム掴んじゃったんで。外で見てる人たちは全部知ってる。嘘がバレましたね。こいつねサボってやがったら全部知ってる。さあじゃあね僕のコーナー。はいはい、今日ちょっとね難しいんですけど。はい、難しい。皆さん、はい、インドってどんなイメージあったりします？カレー。カレー。うん、確かに。IT。IT そうですね。英語喋れる。英語喋れる。英語喋る。ね、右手でご飯食べて左手でうんこ。それもありますよね。そう、うん、皆さんじゃあインドってどの辺ってわかります？中東。中東そうですね、はい。東南アジアみたいな。東南アジアはい。中国の下。中国の下結構みんな合ってます。合ってる。中国の下の方ですね。で今で言う。日本から見て西側にパキスタン、うん、でインドがあってバングラディッシュがあってミャンマーがあって、まあ、ブータンが上の方にあって中国があってっていう感じのところですね。そういうことなんですね。そうですそうです。なので、まあ、南アジアとかいう人もいれば、うん、東南アジアという方もいれば、まあ、中東の一部という方もいるんだね。確かに結構インドって知ってるようで知らなくないですか。確かに、ね、なんか人多い自転車多いぐらいしか、うん、ね, ね, ねインドって広いですか、うん、イメージ広い。イメージ広い。イメージ広い。どのぐらい広いですか。世界でじゃあ、まあ一番大きいのはロシアってわかるじゃないですか。はい、何位だと思います。国土。世界で。3位ぐらいなんじゃないの。3位。ね、うん、3位か4位。4位。5位。5位。世界は7位。結構あれ2位ぐらいのイメージだったね。広いな。中国、ロシア、中国、インドみたいなイメージ。ね、あれありますよね。確かに。やっぱ1位はロシアなんですよ、うん、次どこだと思います。アメリカ。アメリカ違うんですよね。日本。日本。日本が広い。突っ込んでくれよ。いやびっくりした今あれと思って。アメリカ実はカナダなんですよね。ああ。わかります。カナダってめっちゃ広いイメージありません。上の方。そうだ。だからロシアもそうだけど寒いところだから、うん、住んでない人もたくさんいるんですけど、うんうんうん、国境は、まあ、カナダっていう、うん、国土的には広い。そうそう、うん、っていうところでね、
7位なんですよ。7位だ、ね、世界人口はインド、いやどっちやろな、1位か2位、1位か2位か、2人までは知ってるんですけど、インド人を、うん、2人まで知ってます。インド人、はい、2人は知ってます。誰、はい、誰1人誰、あの僕の家の近くのインド料理屋の、知らないですね。いつも僕だけ何出してくるんですよ、カレーライスって言って。いや嬉しいですね。さあどうですか、俺は2位か、1位か、1位か2位か、まあその辺ですよね、うん、まあ、1位は中国ですよね、うん、一番多い14億、うん、ただインドも14億、2022年の統計、なんとで国土が、328.7万キロ平方メートル、うん、日本が 37.7 なんで、日本の8倍とか、8倍、8倍ぐらいですね、うん、で人口が14億、日本が1億2000万、うん、なので3倍ぐらいなんですよね、ものすごい多いと、うん、でものすごい広いってことですよね、うん、で増え続けている人がっていうところです、はい、場所、国土が日本の何倍だ、8倍ぐらい、8倍ぐらい、で人口密度がめちゃめちゃあると、高いってことだね、めちゃくちゃ高い、特に、ニューデリー、まあ、デリーっていうところすごい、今首都です、そうです、もうよく知ってますね、はい、一応そうなんですよ、もうね中国が一人っ子政策ってやったんじゃないですか、はい、うん、結構インドも増えすぎちゃって、一人っ子政策までいかないけど一世帯二人までにしましょうねっていうのをやるぐらいめちゃめちゃ増えていて、今まだ中国の方が多いんですけど、うん、数年後2026年ぐらいには抜くそうです、世界一位の人口になるそうですね。で ここね、宗教を書くんですけど、これなんでこれを書いたかっていうと、インドってあんまり僕ら分かんないけど、はい、ピンとこないじゃないですか、宗教と言われても、うん、インドって宗教によって国が作られ、過去宗教によって喧嘩をしてるっていう結構場所なんですよ。なのでインドって仏教でしょのイメージ、仏教発祥なんですよ、うん、だってあの三蔵法師が中国から天竺に行くのってあれインドのまで行くっていう、あ、そうなんですか、を孫悟空と猪八戒とって行くんですけど、仏教見てください、 0.7% しかいない、えそうなんだ、 80% しかヒンドゥー教、でガンジーってどれですか、ガンジーは、ヒンドゥーとかかな、かな、この辺ですね、でイスラム、キリスト、シークで仏教これなんですよ、少ない、うん、シークより多いんだ、あ、少ないんだ、少ないんですよ、一番下ですね、そうなんですよ、だからヒンドゥーが一番多いんですよね、そう、この辺をちょっと簡単にポンポンと説明していきます、はい、で、IT につながっていくんで、お、はい、そうなんです、で、すが、やったぜ、説明するとこれ紀元前、だから今から5000年前ぐらい、インダス文明っていうのがありました、はいはい、聞いたことありません、聞いたことあります、メソポタミアとか、うん、のちょっと後ですね、なんか社会のなんか授業でやりましたね、そうなんましたね、でこうインダスっていうのは街並みがものすごくちゃんと作られたっていう文明で残っているんですよ、すんげえ5000年前なのにすごいちゃんと街並みが作れている遺跡を発見して、あ、これはインダス文明だなってなったんですよね、紀元前3000年、そっからアーリア人、あ、聞いたって聞いたことありません、聞いたことない、アーリア人が北、北西ぐらいかな、いや、インドからいう北西だからヨーロッパの方らへんからアーリア人というのが来ました、はい、それまでインダス文明、ね、どっちかというと我々で考えていると村とか町とかがうわーっとたくさんあったと考えてください、インダス文明ちゃんとなんだろう、インドですってなってたわけじゃないんですよ、昔だから国境もないじゃないですか、うん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 、日本みたく島国ならわかるけど、うん、国境なんてないからそんな感じでいっぱいあったと、でアーリア人が来ました、うん、このアーリア人が来たことによってバラモン教聞いたことありません、聞いたことバラモン、うん、っていうのが普及されます、うん、このバラモン教というのが、まあ、今にも根付いているある制度を生み出したんですよね、うん、このバラモン教、バラモン教何を生み出したかというとカースト制度、聞きますねよく、絶対的ピラミッドの、うんとね、制度、なんか奴隷とかいうやつか、人によっちゃ差別っていうことにも言葉に置き換えられるんですけど、カースト制度を生み出したと、
やっぱね、これ難しいんですけど、それはさ、根源をたどると自由が一番じゃないですか、うん、要はルールなんてない方がいいじゃないですか、うん、でも人をまとめたりするときって、人が多ければ多ければ多いほどルールって必要になってくるケースもありますよね、うん、例えば我々がポーンと無人島行きました、はい、最初はいいですよ、うん、だんだん怠けてくる人がいたり、うん、働かないとかってなったら どうするってなったら、やっぱルール決めようかって、うん、自然になるじゃないですか。確かに。なので、まあ、ルールっていうのは人をこうまとめるには必要なものでもあるんですよね、うん、これが行き過ぎると怖いし、うん、行き過ぎないと自由すぎて何も、無法地帯、ね、になっちゃう、うん、だからこのカースト制度がね、今でも続いてるんですよ。あ、今でも続いてるんですか。ね、名残が続いてるという、ね、そうなんですよね。なるほど。でこれ、うん、ね、バラモン教っていうのがトップです。バラモン超偉い司教、うん、バラモン教を普及してる人、はい、絶対的ポジション、うん、次に王様なんですよ。え、そうなんだ。あのね、だから超俺らで、僕らで町長言ったじゃないですか、うん、はいはいはい、町長とか市長とか、そうそう、うんうん、が王みたいな感じ、ちっちゃい王が、うん、王がたくさんあるんですよね、うん、で、大統領が司教みたいな。そうそう、大統領と日本であれだけど、そんな感じ。なるほど。で次に庶民、はい、で次に奴隷っていうのが、あ、で実はその下もある。奴隷の下ですか。ある。ダリットって呼ばれる、これはなんだ、これ、ね、悲しい現実です。人としても扱われないような人たち、これ実はこれね、根深いんですけどあるんですよ。もう職業にもありつけない、ゴミを漁るような人たちっていうのが1億人以上今でもいる、うーんってことなんですよ。これね、賛否あると思う。僕もね、何がいいかって分かんないけど、まあ、こういう時代がありましたと、バラモン、うん、そしてね、この国がね、いろいろ分裂します、はい、でその後マウリヤ朝っていうのがあるんですね、うん、でこの辺でちょっと差別きつすぎないっていう人たちが出てきます、うん、でそこでバラモン教と相対して仏教が生まれてきます、うん、ブッダですよね。なるほど、なるほど。仏教がこれね、紀元前100年ぐらいですかね、うん、うん、で仏教が生まれてきます。これはバラモン教はちょっと身分すごすぎるけど、うん、仏教ってどっちかというと自分にこう祈りするような感じじゃないですか、はいはいはい、なので悟るってやつね、そう、うん、が生まれてくるんですよ、うん、でね、このマウリヤ朝の、うん、王様が、まあ、統治したんだけど仏教を推薦するって言い出したの、うん、おうおうおう。たださ、これでバチバチするわけじゃないですか、ね、まあ喧嘩しちゃいますね。ちょっと待てよと、うん、今までバラモン教、ね、バラモン教、うん、でその後仏教でバチバチし始める。でクシャナ朝とこれ北と南で分かれ出すんですよね、だんだん。で分かれて、その後あ、この辺アレクサンドロスとかがこう攻めてきたりする時ね、この辺です、この辺で。その後クシャナ朝とサータバーハナ朝で分かれる。サータアンダギみたいな名前ですね。サータアンダギみたいなもん。サーター、じゃあサーターアンダギにします。もうしましょう、しちゃいましょう、いっそのこと。そうで、この辺りから、うん、ちょっとバラモンちょっとなってなった。なるほど、ね、ヒンドゥー教が出てきます。はあ、実はですね、まあ、ヒンドゥー教っていうのはバラモンの教えをめちゃめちゃ引き継いでるんですよ。へー、だからカースト引き継いだんですよ。あ、なんか分裂したってことですかね、バラモンからちょっと。どっちかっていうとみたいな、ね、これね、結局仏教が栄えてき始めた。はいはいはい。ですよ。で、バラモン教の人たちが危ねえってなって、何したかっていうと、仏教って実際でもむずくない？教えるのって、うんうん、なんか難しいじゃないですか、うん、でバラモンのがぶっちゃけ分かりやすい、ね、分かりやすいですね、具体的だからね、うん、そうなんですよ。で昔ってインターネットもなければ、紀元前の話とかだから分かりにくいと普及しないんですよ。うん、でだからバラモンが普及してたんですけど、ちょっと仏教出始めて、うん、人を尊うとかなり始めて、あかーんと、うんうんうん、これは仏教を取り入れたれということで、うん、ヒンドゥー教は仏教もちょっと取り入れるんですよ。あ、ちょっとじゃあ融合みたいな、若干ずるいかどうか分かんないけど、うんうん、だから神様っていっぱいいません、うん、確かにいっぱい、なんとかの神、七福神ってそうじゃないですか。 あれでも
この後イスラム勢力出てくるんですけど、イスラムってアッラーだけじゃないですか、神。はいはいはい。でここでもまたバチバチするんですよ。要はだから神っていっぱいいるよねっていう人たちがヒンドゥーめっちゃ広まりました。その後分裂時代の後、7世紀から12世紀ぐらいにイスラム勢力ガッツー来るの、中東からガッチン来た時にバチバチです。ヒンドゥーとイスラム全く違うじゃないですか、神アラー一つと神いっぱいいますよね、あとカーストがヒンドゥーじゃないですか、どっちかというとイスラムは神が絶対で神で、あとはこう礼拝すればまあ平等、ああそういう感じなんだ、ちょっと、ごめんなさい、女性は置いといて、結構イスラムで女性を軽視してしまうんですよね。これはもう事実あって、そうなんだ、そうそう、だけどまあ平等、全く人、何水と油、みたいな関係だからやり合っちゃうんですよ、やり合っちゃうの、仲悪いんだな。そうで、この辺りでこうイスラムが、でもねイスラムって強かったので、ガチーってなってイスラムが統治し始める。どん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 なんかこう戦争が、まあ日本も戦国時代って戦争だったじゃないですか、まあ、そうですね、でやり合う、でその後、まあムガル王朝とかできるんですけど、今は結局インドっていう国はヒンドゥー教が多いです。ヒンドゥーが一番多いんだ、で次イスラムでね、これなんでかっていうと、インドってこうありますね、インド、はい、こうなってるんですよ、逆三角形みたいな。そうなんです、そうなんです。でここが中国、でここがパキスタン、はいはいはい、でバングラデシュ、インドの中にパキスタンが、バングラデシュがあるんですよ。これ実はこのパキスタンってイスラムなんですよ。もともとインドだったんですよ。あー、なるほどなるほど。そう、もともとインドだったけど、あんまりに喧嘩すっからもう分けようと、あ、こっからこっちあっちなみたいな、宗教でじゃあ分かれたんですよ。なるほどなるほど。最初言ってたもんね、そう、宗教、この辺も全部宗教で分立したり分裂したり作られたりするんですけど、今でも実はこのだからその上の方が、パキスタンなんですよね、で、こうインドがあって、でインドってこうあって、ここミャンマーで、ここ実はバングラディッシュって言ったんですけど、バングラディッシュは昔パキスタンなんです、東パキスタンだったんですけど、ある災害が起きた時に西パキスタンは何もしなかったので、もうやってらんねえって独立したっていうような、守ってくれねえだったら俺は、そうそうそう、なんかね結構複雑なの、で今でもこの辺パキスタンとインド戦争してるんですよ、休戦してるけど、今でもしてるんだ、してるんですよパキスタンとインド、やり合ってる、紛争みたいな感じなんですかね。そうなんですよ、なんでかっていうと、ここの土地どっち、宗教で分かれた、分かれたってことは、でも違う宗教の方もいますよね、でここの土地はどっちにもつきたくないって人がいたんですよ、この国境線の、国境線って人間が作るじゃないですか、まあまあ確かにね、したら、攻めたり攻められたりしたんで、今でも停戦中だから、これちょっと深くなるけど、パキスタン、インド、核保有 国ですからね、あ、持ってるんですね、どっちもやったんでっていうとこなんですよ、世界からすごい非難受けた、でも引けないと、これ宗教とかかかってきちゃって引けねえっつって、どっちも持った。なるほど。でその上の中国も持ってる、その上のロシアも持ってる、あ、すごいっすね。こんなんですよ。だ日本って結構すげえとこにいるねっていうのを結構みんな知らないんですよね。そしてそのインドが数年後世界一の人口になると。ただこれね、カースト制度今でもあるんですよ、これね、ここは日本と似てるのが、日本もよく言われません、世代だと、世代で価値観違うと言われるじゃないですか、まあ、ロシアとウクライナの問題でも世の中っていうか、その国同士でも考え方が違かったりするのが、我々理解するようになったんですけど、あ、国ごとで違かったりするな、歴史が、で日本も日本の解釈があって、で、ね、インドもインドの解釈とかいろいろある中で、カースト制度は一応インドの中では憲法上ダメですと、もう認めてないんですよ。ただ風習ってあるでしょ、この親からこう憲法ではないけど
日本もありません？そうだね、あのブラック差別とかが昔、ね、なんかあったみたいじゃないですか、ずっと続いてたようなことね、あるんすよ。なるほど。今でも何かというと、仕事もやらせてもらえない、あ、じゃあもう聞かれるんすかね、向こうの、この会社の方からって思うじゃないですか。どこですか、名字で分かるらしいですね。へぇ、名字でも思いません、ね、ふと、でもさ、ここの位とここの位結婚したら名字分かんないって思いません？思います、思います。例えば結婚できないんだ。結婚できない。なるほどね。恋愛すら、禁止はされてないけど、しようとしない。なぜならば、そうやって親とか周りからやめろと空気で言われる。これ日本もありません？空気って。空気、村八分にされちゃうみたいな空気があって、ダメだと。なるほどね。だから、名字で分かっちゃうらしいですよね。出が分かっちゃう。これね、カーストっていうのは、ポルトガル語かなんか家柄って意味なんだよね。家柄制度ってことなんですよ。だからなぜポルトガル語にしたんだろうね。多分大航海時代に結構ヨーロッパの言葉がインドに入ったりしたじゃないですか。あ、そうなんだ。東インド会社とか、そういうのでカーストってのはそういう言葉なんですけど、これだってダリットの人たち1億人ぐらいいるってことは日本の人口ぐらいいるってことですね。そうすごいね。でですよ、でです、ここから、ここから最近 IT インドすげえって言うのね。言ってたね。はい、これ僕が言いました。聞いてました。アピールしてくるな。偉いアピールしてくるな。これね、なんでかインターネットって家柄関係なくねってなったんです。なるほど。こんだけガチガチ、なのにインターネットって、あ、家柄関係なく頑張ったら頑張ってもんだけ俺いけんじゃねっていう若手がガンガン出てきたと。ガンガン出てくることはすごく発展するじゃないですか。確かに確かに。なのでこのカースト制度最近あんまり、お年上の方とか、地方の人は結構まだ根強いけど、都市部の若い人たちはあんまり、どっちかというとネットで俺億万長者行ったんでっていう人たちが多いと。あとも海外出ちゃう、ああなるほど、なるほどね。国内にいると言われる。ただ海外に行って例えばこう関係ないところで結婚できたりとかするっていう。ただまあ一部裏切り者、インドを捨てたなっていう人もいるそうです。これ事実あるそうなんですよ。まあそうですね、難しいですね。難しい。まあだってそうだね、バラモンの人たちからしたらはぁってなるしね。せっかく俺ら一番上にいるのにとか。そうなんですよ。あの、ま、なんかもう一個の下ね、そうなんですよ、っていう時代ですっていうことなんですよ。だからあのインドは本当数年後世界一の人口になり、 IT もガンガンいくということで、まあ、経済的にもすごくなるんじゃないかと言われているけど、まあでも中国とも国境線で結構バチバチやってたり、隣のパキスタンとともやってたりするので、まあ本当平和の世の中を望んでいますが、難しいのも事実あるのかなと。まあ一番下の人と、多分その中間層の人たちが IT に手出せるわけじゃないですか。割とちょっとした教育も受けながらいろんなものに触れるけど、一番その下何でしたっけ、あの、ダリットの人たち、そういうことすら触れる機会がないから、なかなかこう這い上がっていけないよね。そうなんですよ。だから結構すごい、実はすごい人数がまだ結構大変な思いをしてると。そうだよね。そういうことなんですけど、ふと思いません？なんでインドってこんな人多いのって。あ、確かに。確かに。なんで？そうですね。なんだ。なんでだと思います？なんで？兄弟が多かった？兄弟が多かった。まあさ、結構だから近いんですよ。ほう。兄弟が多かったが近い。近いというか、そのやっぱ身分の低い人たちが。やることないからっつって、あの結構近い。本当？結構近い。あのね、今でこそ IT ってインド言われてるけど、その前ってやっぱグリーン革命とかホワイト革命っていうのがあって、こうヒンドゥー教ってこう、牛を大切に、肉食べないんですよ。肉食べない。まあイスラムも食べない。肉食べないんで牛を大事にする。その牛っていうのはホワイト革命っていうのがミルク革命。肉食わないからタンパク質とか取れない。取れないか。だから飲むんだ。飲んで
人増えてた。その前のグリーン革命っていうのはすごい大飢饉の後に農作物やろうって小麦とか作り出した。自分で、農作物作り出したのがグリーン革命。その後ミルク、ホワイト革命でだんだん人が死ななくなって、はあはあ、ちゃんと栄養が行き届くからね。でやっぱ農村が大事っていうのは人手が大事じゃないですか、うん、で、そうね、どんどん産んだと。あ、そういうことかな。インドの中では子供は資産、うん、なるほど。日本は今逆をイメージする人多い、うん、でしょ。お金かかるねって言い出すでしょ、うん、日本は、うん、でもインドは産んだら産んだだけそれが作業効率が上がるからね、資産になるっていう。だからそれ産むよねっていう、日本と真逆の考え方になっているのかな。産まないと自分の家どうにかなっちゃうからね。そうなんですよ、ね、逆なんだね。逆の考え。だからこれ考え方ってすごいなっていう、うん、人のこう子供が日本はどんどん少なくなってるっていう理由は、まあ、豊かなのか分かんないですけど、インドは豊かになりつつあるけどガンガンまだまだ産んでる、うん、あの子供の産み率半端ないんですよ。半端ないです。まだそう、やっぱそういう人たちがいっぱいいるからそうやって増えていってるってこと。そうなんです。まだあの富裕層のそういう何もしなくてもいい人たちじゃなくてその下の人たちがいっぱいいるからってことか。そうなんです。で政策的にも中国はあんまり人が増えると食べ物なくなるかって一人っ子政策を2015年までやったんですよ。ついこの間まで。最近やね。インドはやってないからガンガン増えてったっていう結果なんですよね。だ14億人っていうすごい、うん、何人兄弟が平均なんですかね。すごいだろうね。引き出しなかったみたいな。そこすいません。すごいだろ。十何人とか。怖いね。怖くはないけど。怖くはないけど。怖くはない。でもそのぐらい、そのぐらいなんですよ。なるほど。あのインド僕だからこそ行ってみたいなと興味湧いたんですよ。いろんな人たちと出会って、いろんな考え方もあるだろうし、ここは僕に合うな合わないなとか出てくると思うので、インドをちょっと時期が来たら行ってみたいなと。今調べたけど出てこなかったわ平均。あらら、うん、そうか。そう、もう数え、っていうこと、数えられないぐらいいるんじゃない。多分もしかしたらあのね、うん、あの出してない、そうね、出生届出してない方もいるかもしれないし、分かんない。だってその分税金もかかるのかな、やっぱ。そうなんです。分かんないけど。でただ、我々日本、東京、はいはい、東京、予測するんですよ、あの研究者がデータをね、はい、この東京は人口密度これからどんどん増えていくそうです。首都圏。あ、なるほど。首都圏。そうなんだ。なんでかというと田舎の人がどんどん来るから。うん、地方から首都圏に移住する、うん、はい、だから都市メインで地方は衰退していってしまうっていうのもあるんだけど。なるほど。それそのデータ東京首都圏1位です、はい、あの人口比率が上がって、だから東京の土地買っといた、土地を買っといた方がいいよって、うん、いいですよ皆さんっていうのもあります。不動産会社です。不動産会社の回し物じゃありません。ただ1位だそうです。あのインドとかに比べてインドは広いしいっぱいあるから。ってことはなんかもう日本人口減ってくってなってるじゃないですか、はい、で、地方の人たちがどんどん少なくなってたら地方 の、 その工業とかめちゃくちゃ衰退していくわけです、うん、そうですね。でそうなると人いないと潰れてきますよね。でもそれ阻止するために海外からの移住者どん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 共有していくのかなと俺ちょっと思っちゃうんだよね、うんうん、そう、まあそこもいろいろ日本人って海外の人とのその距離感ってちょっとあるでしょ。まあそうですね、ありますね。いろいろだから問題あるの、うんうん、僕はどっちでもいいし、うん、移住移民を受け入れる受け入れないどっちでもいいんだけど、みんなで一緒に考えていこうっていうことですよね、はい。まあ、でもキャンプとか流行ってるじゃないですか、うん、はい、だから廃れていくってよりも貴重になっていくっていう考え方もいいのかなと。そうだね、僕は、はい、思っていくので、皆さんちょっとインドまたね、この第二次世界大戦後とか半端ないいろいろあったんですよ。これ言うと多分本当時間が足りないので30分ほどじゃ語られない時間ないぐらいちょっと大変なので、ちょっと今日はこのぐらいで、いや面白いですね。いや面白かった。ありがとうございます。インドについて自分で調べることそうそうないないですね。ウィキペディアですか。ウィキボンは違う、フジペディアです。フジペディア、フジペディア、はい、ということでじゃあちょっと締めたいと思います。エンタメジャックイン渋谷、この番組は新車サイエンスネ更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたしました。まこちゃん、はい、最後にあの面白い一言お願いします。面白い一言、あとどんな振りですか。はい、20秒しかない。あと20秒です。あと20秒、はい、
そうですね、さあ、なるほど、じゃんけんいきましょう。すいません。はい、それでいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽん。今週はチョキでした。それではまた来週です、皆さん。さよなら。バイバイ。もこちゃんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。